日本とフィリピンの関係、日本とフィリピンの関係、について述べる。日本とフィリピンはスペインによるフィリピンの植民地化、1592年、以前より関係があった。1591年、豊臣秀吉は、スペインのゴメスペレス・ダス・マリニャス総督に、日本に入港を促す書簡を持たせて、原田孫七郎を派遣した。1592年7月、 ルソン総督ゴメスペレス・ラスマリーニャスは、ドミニコ大使の不安古房派遣、秀吉に初心と贈り物を届けるとともに、在ルソン日本人をマニラのレーオラ地区に集団居住させる措置を取った。豊臣秀吉は、キリスト教不況の伴わない南蛮貿易を望み、自らルソンとの交易を推進しようとしていた。両国が、 本格的に貿易を始めたのは1592年、豊臣秀吉によって、主因宣貿易が行われるようになってからである。スペインは、当時、同じく、スペイン領のメキシコとマニラを結ぶ、カレオン貿易を重要視しており、フィリピンには、商人やキリスト教のアジア不況を目的とした、宣教師が多く訪れる状況であったため、日本人が、 東南アジアに進出すると自然とこれらの商人を相手とする通商が発展していった。貿易に従事する多くの日本人が東南アジアに移り住み各地で日本人町を形成し、フィリピンにもマニラなどに日本人町が作られた。1570年には20人ほどだった日本人居住者は17世紀には1500人、最盛期には3000人にもなった。 1614年にはバテレン追放令を受けてマニラに到着した大名高山右近をスペイン人フィリピン総督フアンデシルバラが歓迎している。しかし1633年以降の鎖国令によって日本人町は衰退しやがて消滅する。鎖国の後、日本は公的な外交を中国、アキラ、清シ、朝鮮、オランダ。 そして事実上の勢力下に置いた琉球に限っており、フィリピンを含む各国との交流はほぼ断絶した。1868年に日清修好通商公開条約が結ばれ、日本とスペインの国交が樹立される。1895年に国境確定に遺する日清両国宣言が東京で調印された。この宣言は両国の所領権を明確にするため、 台湾、日本領とフィリピン、スペイン領の間のバシー海峡を両国の境界線と定めた。1899年に米非戦争が起こると、日本の明治政府は戦争遂行のための武器弾薬を運搬する、布引き丸の購入を支援するなどフィリピン、独立革命の支援を行っており、1913年フィリピン、第一共和国が崩壊すると、 アルテミオリカルテ将軍らの政治亡命を受け入れたりしていた。1910年代に農園経営のための日本人労働者がダバオに大量に移民し、1916年には町の日本人人口が1万人を超え日本人街が形成された。日本人学校や神社仏閣なども建設され発展したが太平洋戦争が始まると日本人は強制収容された。 日本軍のフィリピン占領によって日本人は解放されるが1944年にフィリピンをアメリカが再奪回した際に町は激戦地となり壊滅した。第二次世界大戦が始まると日本は東南アジア各地に進軍し南方作戦の一環として1941年フィリピンにも上陸する。日本軍は150日でフィリピンを占領するが その際バターン要塞から数万人のアメリカ兵及びフィリピン兵捕虜食料補給が可能な地点まで 100km に渡って途方により移動させたため多くを死亡させるバターン氏の更新事件が起きた米非戦争によって崩壊したフィリピン第一共和国のエミリオ・アギナルド元大統領やアルテミオ・リカルテ将軍などの独立運動家は日本軍への支持を表明し日本は フィリピンの独立を支援しフィリピン第二共和国が建国された。フィリピン経済はアメリカ軍の後世期になると日本の軍票の価値の下落などによりインフレーションに陥り混乱した。日本と協力するマカピリなどの組織と福原発布などの抗日組織の対立、戦闘も各地で起き、飢餓の発生などと共にフィリピンは混乱を極めた。 アメリカ軍によるフィリピン再奪回により1945年9月に戦闘は終結するが、その過程でのフィリピン人死者数は110万人を超えた。日比間の戦争状態が正式に終結されたのは1956年の日比賠償協定締結時である。日本は1976年までにフィリピンに対して1902億300万の賠償金を支払っているほか、 戦後保障の意味合いも込めた日本からフィリピンへの援助供与が積極的に行われるようになり、以後フィリピンにとって日本は最大の援助供与国となっている。1960年日非友好通商公開条約が調印されたが、フィリピンにおける対日感情が改善しない影響で批准は1973年まで待たなければならなかった。 1980年代には多くのフィリピン人の間で第二次世界大戦の記憶は薄れ、あるいは忘れられつつあり、彼らにとって日本は開発援助、貿易、投資、観光の資金源でしかなく、そのため両国間の外交摩擦はほとんど見られなかった。1986年11月、コラソン秋の大統領、当時は日本を訪れ、 第二次大戦に対する謝罪を望んでいた昭和天皇と面会した。そして彼女の訪日中に新たな援助が両国間で合意された。1989年秋の大統領は昭和天皇の葬儀三列のために再訪日、1990年には近城天皇の即位の礼三列のためにまた日本を訪れた。1990年代初頭において、 両国の関係は良好なものであった。2008年12月と2009年2月に、藤崎一郎駐米大使が2010年9月13日、日本の岡田克也外相がバターン氏の更新について正式な謝罪を行った。現在フィリピンにとって日本は最大の輸出相手国、輸入相手国となっており、中国からは香港を除く。 海外からフィリピンへの直接投資も 58.1%2009 年で過半を占めている。2008年には日日経済連携協定が結ばれている。フィリピンが2国間の包括的経済連携協定を結んでいるのは日本のみである。日本の海上保安庁はの創設時から多大な貢献をしている。また、秋の大統領と安倍晋三総理の相性は 格別に良いという評価もある。2013年11月の台風ヨランダでフィリピンが甚大な被害を受けた際、フィリピン政府の要請により、日本は過去最大となる自衛隊の派遣を行い、救助活動や復興活動を助けた。日本はフィリピンの正常面でも貢献しており、フィリピンのイスラム過激派で反政府闘争を続けるモロイスラム解放戦線、ミルフと、 フィリピン政府との仲介を行っている。2011年には日本政府の仲介で秋の大統領が極秘来日し、ミルフの最高指導者ムラドエブラヒム議長と8月4日に東京近郊で非公式会談を行った。政府、ミルフのトップ同士の会談は初めてである。また国際協力機構はこの地域の事業への資金供給を行っており、秋の大統領は ミルフとの和平において、日本の貢献は計り知れないと者を示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。